ボシャボシャ。うっす。今日はですね、こちら持ってきました。ヨットドドン。昨日の続きですね。昨日の続き、残りの8全部まとめて冬支度やっていこうかなと思います。織姫もみじがメインなんですけど、これね、織姫もみじ、こいつ。織姫もみじ以外にも、これは宮様楓ですね。宮様楓が乗ってたり、これはピラカンサの挿し木が乗ってたり、あとはちりめんかずらが乗ってたりします。まあちょっとごちゃ混ぜ系なんですけど、まとめて全部冬支度やっていこうかなと思います。これ全部終わらせてトレイに乗せるところまで今日行けたらいいなぁなんて思ってます。ピラカンサもね、こんな感じで、なんかね、このタイミングで全上がりするパターンもあるっぽいんで、ちょっとね、それ試してみようかなと思います。このタイミングで全上がりするんだって思って、へーって思ったんで、ちょっとね、僕も試してみようかなと。このタイミングで全上がりできるんだって落葉樹みたいな扱いしてますよね。ピラカンサって基本的に常緑樹のはずなんですけど、全上がりしてる記事をね、見たことがあるんで、ちょっとお試しですね。はい、こういう感じ。ちょっと大きくしていきましょうか。こういう感じです。まだまだ形何とも言えないですけどね、ちょいと正面が決めづらくなるんで、これは縦に入れときましょうか。切り傷を直に入れるんじゃなくて、平行に、地面と平行に入れときます。よし、これで1鉢目。これ枯れてんじゃん。枯れてますね、完全に。枯れてるよね。ちょっと、もうこの辺枯れてるのは分かるけど、完全にいってますね。これは、枯れてるのは外に除外します。枯れることもあるんですね。それそっか、枯れることはそれはありますよね。ぬりゃ。結構ね、この鉢、このトレイは放置系なんですよね。放置して、もう自動換水のホースだけ挿しといて、もう全く触んないんですよ。完全放置。たまに覗いてみるぐらいで、もう何もしない感じですね。だからどういう成長を遂げてるのか、枯れてる鉢があってもね、全然気づかない。どんな成長してるかも全然わからない。この時を楽しみにね、やってる感じです。ちょっとこれ背高いですね。面白い曲は入ってんだけど、ちょっと背高いのは気に入らないんで、もうこれも短くしちゃいます。ダスンと。これでいこう。これで来年また伸びてきてもらいましょう。これも宮様かエデだな。エデ死んでんのかな。お、生きてんだ。結構ダメージを負ってるっぽい。で、足元の雑草は引っこ抜いてあげましょう。一応ね、映像では伝わりにくいと思うんですけど、固まってます。凍結してる。かなり凍結してる。ガッチガチじゃないですけど、もう固まってる状態ですね。硬い。押しても潰れない。それぐらいの気温です、今。皆様回でまとめていっちゃうか。こっちに生えてるのは雑草で、おお、これどうなってんだ？何がどうなってんだ？この辺はもう死んでんのか？もう死んでる。ここは死んでて、これも死んでて、死んでるね。で、ここも死んでるでしょ？ちょっと分かりにくいけど、ここ死んで、これも死んで、これも死んでて、なんか面白いことになってんな。これは生きてんのかな。で、切り戻し、切り戻し、
こんな感じです。なんかすごいことになってるけど、この辺からも根が出てきたら面白いですね。これでこの辺り一帯から根が出てきたら面白いですけど、そこまでうまくいくかな。なんか中途半端に1本とか2本とか出てきても使い物にならないんで、出るならまとめてガーッと出てきてほしいところですけどね。で、お次がこれ。これ棒状でぶっといの。これはね、荒川もみじですね。こっちは雑草。これは雑草。この形状はね、絶対に荒川もみじです。うちはね、この特徴を見逃さない。絶対に荒川もみじの挿し木。こいつらはどうしようかな。こっち落とすか。こっち落とそう。よっと。これは最終的に取り木ですね。取り木案件。よっ。これでこういう感じで取り木かけてあげればいい感じになると思います。こうね。そしたら、足元もね、粘りもしっかりできると思うんで、いい感じに育ってくれるはず。でも落とすか。胴引きしてもらいましょう。でここも芽吹いてきてくれるとね、取り木した後に、また下も使えるから嬉しいんですけどね。うん。そんな感じで、織姫もみじも混ざってる。これ、宮様カエですね。葉っぱついてるとさらにわかりやすい。宮様カエ。これも取り木かな。取り木案件チックだなこいつも。取り木案件だったらこうかな。よ、もう少し育ってもらわないとできないですけど、バツンとこういけたらいいかな。 OKOKOK。 あ、これは違うか。ちりめんかずらいってみましょうか。ちりめんかずら、ちりめんかずらのこれ挿し木ですね。挿し木がついて面白い感じに育ってきてる状態。こいつもバリカンでいっちゃいましょう。バリカンちゃちゃちゃっと、まず根っこはね軽く落とさせてもらって、ツタが伸びてきちゃってるんで、大まかに一回切る。大まかに一回切って、様子見て。まあ、こっちか。こっちが正面になるんじゃないかな。で、ツタ絡まってるから、軽く方向矯正してあげましょう。絡まったまんま成長させると、そのまま固まっちゃいますからね。軽くこの枝の重なりとかは気づいた時点で解除してあげないとね。よっ、これで重なりがなくなったかな。はん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 。ここがいけてないな。オッケー、こういう感じですと。で、この形をバリカンで軽く整えてあげましょう。ちゃちゃちゃっと。よしよしよし。こんな感じじゃない？適当です。マジで適当です。こういう感じでね。軽く押さえてあげて、終了。もう一個ピラカンサあるん、ピラカンサじゃない。チリメンカズラ。おお、長い長い長い。めちゃくちゃ長いっす。これ、ツル。めちゃくちゃ長いことになってる。ほら、まだある。これ一本のツルです。ここから出てる一本のツルが、こんなことになってる。切ろう。よし。切り落とせました。で、足元は全然大したことない。挿し木ですからね、しゃあないしゃあない。こいつも短くしていきましょうと。よっ。
この辺が、これも太ってこないことにはどうしようもないですね。厳しめに追い込んでおきましょう。よし、これで来年も頑張ってくれよと。うい、はい、バッサリもさもさしてたのにね、バッサリいっちゃいました。はい、じゃあそんな感じで、まあ織姫がそこまでなかったんだけど、まあ残りね、残りは織姫メインなんで、葉っぱ落とすだけ、足元の雑草は大きいのだけは取っちゃいましょうという感じですね。織姫は剪定しないんで、この状態でおしまい。残り8数少ないんですけど、じゃじゃじゃっとやっちゃいます。はい、冬支度完了しました。こんな感じですね。でこれを、まあ、鉢というか最初のトレイに戻していく必要があるんで、一旦これ除外というか、このトレイの上から外します。はい、最初のトレイ持ってきました。ドドンと。でこれねちょっと固まってるんですよね。若干固まってんだけど、前やった感じだとここに水かけた方が良さそうだったんで、今日はちょっと最初から水かけてみます。で凍結してる可能性もあるんで、途中で止まることもあると思いますが、一旦できる限りはやっていこうかな。で水でこう、まあ、凍結を溶かすのと、あと枯葉ゴミを浮かせて流す。皆さん皿洗いとかやったことありますかね。お家のお手伝いとか、まあ家事でやったことある方多いと思うんですけど、コップに牛乳飲んだ後のコップ洗ったことありますかね。白く濁るじゃないですか、水が。牛乳飲んだ後のコップに水道水をガーッと注いだ時に若干白く濁ると思うんですけど、あの白い濁りを早く取りたいって思った時に、その水道水をザーッと注ぎ続けて、この溢れてどん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 溢れていかせるパターンが早いのか、それとも一回コップを満タンにして、こうザーッと、その満タンにしたらその中をこぼしちゃう、一回こぼしちゃう、でまた満タンにして、満タンになったらこぼす、それを繰り返すのと、どっちが早いかって見比べたことありますか。やったことあるかな、いるかな。僕はちょっと気になってね、どっちが早いんだろうなと思って試してみたことがあるんですけど、やっぱね、こうずーっと注ぎ続けてこう溢れていくのを待つパターン、これで濁りをどん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 外に逃そうとこう頑張るパターンよりも、一回満タンになったらこれをザーッとこぼすんですね、牛乳を。でまた新しい水を入れる。こっちのパターンの方が明らかに水の白い濁りの減りが早いんですよ。これはね、ちょっと実験してください。お家で。試してみてください。めちゃくちゃ早いんで。で、それが、同じことがこれにも言えるだろうと。今やってるこの作業にも。言えるでしょう。で、これをひたすらこうやってね、水の濁りを、このトレイの中に溜まってる濁りをね、溢れさせていくよりも、一回溜まったらザーッと流す。こっちの方が絶対早いんですよ。牛乳コップで得たこの経験が、検証結果があるんで、これにも適用できるはずなんですよね。だから溜まったら流す、溜まったら流すを繰り返していけます。それだけ、もうほんとそれだけなんですけど、家でね
牛乳飲んだ後にコップを洗った経験がここに生きるという、そういう話です。やっててよかった牛乳コップ洗い。はい、こっちにも生かしてちょっとこの中ね、綺麗にしていきましょう。はい、作業完了しました。ある程度綺麗になったかなと思います。まだね、根っこのゴミとかは多少残ってるんですけど、まあちょっとぐらいだったらね、しゃあない。とりあえず謎の牛乳コップ理論でね、牛乳コップ理論で綺麗にしといたんで、これに昨日今日と頑張って冬支度してきたこの苗たちを戻していきます。はい、作業完了しました。こんな感じでございます。じゃじゃーんと、この辺はね少し長いんでまだ見栄えが良くないんですけど、春にちょっと剪定して挿し木して、あとは残りは梅雨挿しですね。梅雨挿し頑張ろうと思ってるんで、梅雨終わった後にここは一回綺麗になると思います。はい、まあそれまではね、このボサボサのまんまやっていきましょう。一旦この状態で冬を越えてもらいます。しかも室に入れる余裕がないんで、こいつらは外で冬越え越冬してもらうことになるんで、しっかりとね、はい、元気つけて、元気はもうつけたかな、秋までの段階で元気つけたと思うんで、そのエネルギーをね頑張って冬越えに当ててもらおうかなと思います。はい、じゃあ2トレイ目ですね、作業完了です。お付き合いいただきありがとうございました。本日の作業は以上です。